と。今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは。今井麻美の SSG299 回目を迎えちゃいました。わっ、300回まであと1回ということで、ただね、300回記念なんかね、次回何するのかなって思うんですけど、現状でまだ今何の連絡も受けていないので、普通に収録するのかなって思ってます。まあでもね、どっかのタイミングでいい感じでできたらいいなと思っているので、お祝いがてら来週もね、ちょっと、あ、嘘だ、今台本にね目を落としたらこんなことが書いてあった。300回については終盤でちょっとだけお伝えしますって書いてある。あ、でもみおちゃんが今向こうでちょっとですから、ちょっとですからっていうジェスチャーをめちゃくちゃしてる。まあまあまあ、そんなこんなでね、ある意味あれですよ、もうすでに発表されてる SSG の公開録音、明治大学、こちらの方がある意味記念といえば記念ですから、今更こう乗っかってね、あれが実は300回記念でしたみたいなこと言いかねないですからね、うちのスタッフ。さあ一体エンディングで何が語られるのか、皆さんもお楽しみに。そしてですね、今回はですね、予告はしていなかったんですけれども、ゲストさんが今回来てくださっています。ただ今までだと声優さんとかゲーム会社の方が来てくださったりしてるんですけれども、ちょっと今までとは、役職の違うタイプのゲストさんが来てくださってて、いろいろな音楽にまつわる話だったりとか、機械にまつわる話なんかをしてくださるということなので、ぜひそちら、音楽詳しい方も詳しくない方も聞き応え十分の内容になっているかと思いますので、お楽しみにということで、じゃあまずは今日ね、普通音読みましょうね。こちら石川県にお住まいのアドレナリンコさんです。あ、もうすぐというか今日新潟公演なので、石川と新潟お隣ですからね、来やすいですよね。どうもどうも。ミンゴススタッフの皆様こんばんは。こんばんは。先日兄貴の嫁さんがインフルエンザにかかってしまいました。1歳の姪っ子を1日預かっていたんです。小さい頃はおとなしくてあまり喋らなかった子だったんだけれども、今でははしゃぐ、叫ぶ、飛び跳ねると、まさにリトルモンスターのようでした。子供の成長って早いなと思う一方、私って成長してないなと物思いにふけってしまいました。いや、それ伸びしろの問題でしょ。アドレナリン子さんも幼少の1歳行くか行かないかの頃からね、2歳になった時の伸びしろ半端なかったと思いますよ。人間だけじゃなくて動物すべてそうだと思うんですけれどもね。はい、ミンゴさん、最近自分で成長したなと感じたことはありますかといただいております。そうですね、だから私も最近はやっぱりどうしても伸びしろがだいぶ大人なんでどうしてもなくなっちゃってきてるんですけれども、ただこの後のゲストさんにも関わることですけど、私それこそ音楽を聞き分ける能力っていうのはこの5年間で飛躍的な進化を遂げている気がしますね。どういうことかっていうと、CD とか聞いてても本当に5年ぐらい前までだったら、何がいいとか何がいい音で何が悪い音で、全然オーディオ機器とかそんなにこだわりがなかったんですよ。なんかいい感じで聞ければいいみたいな、いい感じで聞けて違和感がなければそれで OK みたいなタイプだったので、そういう意味では何でも基本大丈夫だったんですよね。例えばですけど、 CD をアナログ的にその場で録音したものを聞いても劣化するじゃないですか。もちろん CD のスピーカーから出てるものを携帯とかで録音したものって劣化しちゃうけど、だから元のと比べたらダサって思うんだけど、だけど脳内変換が得意だったんですよ。聞きたいところだけ聞ければいいみたいな今でもそれはライブとかでも活かされたりとかはしてるんですけど、本当に私はライブの時に聞きたい音だけ明確に聞こえてくるタイプなので、そういう意味では耳が悪くなかったのですが、鍛えてなかったっていうことなんでしょうね。知らなかった。だからどんどん音楽の仕事に携わるようになって、自分が歌を歌ってそれを TD とかマスタリングとかに立ち会うようになって、初めのうちはやってることなんか何もわからなかったけど、だんだん経験とともに、あ、私の好みはこっちなんでこうしてほしいですっていう意見が言えるようになってきたのも、経験でその音が分かるようになってきたからなのかなっていうふうに思うんですよね。だから知らなければ気にならなかったことが一度してしまうと後戻りできないっていうのが、今私がこの5年間で成長した部分かなと思うので、ただそれでもまだまだ知らない世界がたくさんあるので、この後のね、ゲストさんの来てくださるコーナーで
たっぷり私のムチ具合とあのコアな人たちのトークがどんなものかっていうので、ね、皆さんに体感していただきたいなと思っております。あ、でもインフルエンザ流行ってますよね。困りましたね、本当に困りました。結構あのリアルに困ってます今。私は大丈夫なんですけれどもね、北海道新潟と、ライブをね今やってる最中だと思うんですけれども、あの見に来る方々の中にも、中にはねインフルエンザで行かれないって方もいらっしゃるかもしれないのでね、まあ、それはまた悔しいかもしれませんが、運命だと思って受け入れていただいて、次回またの機会に来ていただければと思います。本当によく言われるんですよ、皆さん優しいから、僕がチケットを取ったばっかりに一席空けてしまいますみたいな、いやスタンディングなんで大丈夫ですよっていう思うんですけど、お手紙とかにそういう風にね、あのチケットが売れればいいっていうことじゃないですよね。一人来ないっていうことは今井さんにとってもとても良くないことだと思うので、至らなかったせいですみたいな、あのお手紙いただくことあるんですけどあの運命ですから受け入れましょうね。はい、なのであのまたの機会にそういう方がもしいらっしゃいましたらね、私もなるべくとか言ってるこの私が新潟今日、ね、インフルにかかってないといいんですけれども、周りがすごく流行っているのでね、もらうこともあると思うので、なっちゃったらなっちゃったでみんなで受け入れていきましょう。はい、というわけでですね、この後本当にたっぷり喋っているのでオープニングはこのぐらいにさせていただきたいと思いますというわけで皆さんメールありがとうございます。それでは次のコーナーです、どうぞ。教えてハイレゾーディオ。はい、というわけで突然始まった突発コーナー、その名の通りハイレゾーオーディオというコーナー、教えてということなんですけども、そうなんです、ハイレゾー最近流行りの言葉でございますよね。去年あたりから突如現れて、正直私言いましたね、これハイレゾって何って言いました、間違いなくというわけでね、今井さんの楽曲ハイレゾになりましたねって言われても、うんそうだねしか答えられなかった私がいたんですよ、ずっと。なのでいい機会なので、ここでですね、あのハイレゾについて詳しい人をちょっとゲストにお呼びいたしましてですね、いろいろ聞いちゃおうかなと思って急遽このコーナーを設立いたしました。それでは早速その詳しい人をゲストにお呼びしております、こちらの方です。ソニー V&S 事業本部の井上拓也さんと付き添いの王さんです。こんにちは、ソニーの井上と申します、ソニーでヘッドホンを担当しながら、主にそれとはまた別で日本にアニソンハイレゾを広めるためにいろんなイベントの企画でしたり参加でしたりっていうような活動をやっています。アニソンをメインで推してらっしゃるんですか？はい、そうですね、基本的にそのハイレゾを布教するっていうような活動はその全社的に行っているんですが、うん、その中でも僕はアニソンっていうところを中心に、うん、なるほど、なんかハイレゾっていう言葉がちょっとあのジョジョ的な感じしますよねあ、やばいぞこれ、だいぶあのそこが浅いことがこれでバレてしまう感じなんですあ、ちなみに付き添いの王さんは井上さんのマネージャーさんか何かで、あ、そういう感じですねすごい笑顔をいただきました、ありがとうございます。はい、じゃあ早速ね、あの分かってらっしゃる方も、まあ、このラジオ聞いてらっしゃる方、あのいわゆる音オタクと呼ばれている方多いので、ひょっとしたら知らないの私だけの可能性あるんですが、でもやっぱり私と同じように知らないよって方いらっしゃると思うので、改めてハイレゾオーディオって何っていうところからちょっと聞いていこうと思うんですけども、まあ、ぶっちゃけハイレゾってなんすか？ですね、うん、ハイレゾオーディオっていうのがすごい簡単に言うと一つのフォーマットなんですが、うん、いろんな人が言われるのはスタジオのアーティストの音そのまま、うん、聞かれる方々に届けるような手段っていうふうに言う方が多いですね、うんうん、あ、なるほど。じゃあ例えばだけれども、まあ、私がここで今歌っている歌声が、ね、もうほぼほぼ機械を通した感じではなく、あ、その場で今井さん歌ってるなみたいに聞こえるっていうことですか？そうです、目をつぶるとそのアーティストがそこに出てくるっていうようなものですね。ハイレゾって、はい、レゾって何ですか？あとハイレゾリューションっていうのがハイレゾのフルネーム。いや、ちょっと周りで笑った人いたんですよ、ちょっとでも絶対いると思うんですよね、レゾなんか レゾナンス違うなみたいな レゾリューション。そうですね、ずっと訳されちゃってるんですけど、あのハイレゾリューション高解像度って意味なんですよ。あ、なるほど。そうですね、そうですね、8ビットが16ビットになったみたいな。まさしくそんな。あ、マジで、あ、嬉しいへえ、なるほど。そうなんです、はい、あ、
じゃあそんな感じで音楽がどんどん立体感が増した音でお届けできるって考えたらいいんですかね。まさにその通りです。正直なお話ですね、はい、本当にあのハイレゾで私の楽曲も何曲か、はい、あのハイレゾ対応にしていただいてるじゃないですか、はい、結果あのいろんな方からめちゃくちゃ反響があったんですよ。周りの身近な友達から、あの仕事関係の方から、岩井さんの楽曲ハイレゾになるんだってみたいな、はいみたいな感じだったんですけど、やっぱハイレゾになると、まあ音が良くなるのはだいぶ分かったんですけども、はい、何が一番変わってくるんですかね。ハイレゾになって一番変わってってくるのは、一つ一つの音の分離感といいますか、そうですね、一つ一つの音が別の場所から聞こえるっていうのがハイレゾの一番分かりやすい特徴だと思います、うん、ひょっとしてなんですけど、よく私 TD っていう音楽撮って最後にこんな感じで全部仕上げましょうっていうのにたまに参加させていただいてやるんですけど、私があの時によく、あこれボーカルが竹林の後ろにいるような感じなんで、ちょっとあの前開けていただけますかっていうあれですかね、浜田さん。それとはちょっと違うんです、ね、違うんだ、はい、残念ながら残念ですね。でも聴感上の、うん、ビフォーアフターは同じこと、うん、あの、うん、エンジニアが、今井さんにそう言われてやる処理は、うん、レゾリ、ハイレゾにハイレゾ化をするわけじゃないので違う処理をするんだけれども、あの聞こえ方が変わるっていう意味では、うん、そういうこと、そういうことがもっと緻密にできるようになるって考えたらいいんですか、ね、そうですね。ちなみに今私の楽曲だとカラーサンクチュアリ、ヴィーナスのハルモニア、追憶の糸車、この3つですかね、うん、ハイレゾ対応にさせていただいてるのが、はい、あのこの3つの中でハイレゾにしてうわ変わったなみたいな曲ってありました？聞きました。お、ありがとうございます。聞きました。でカラーサンクシュアリーの方を聴かせていただいたんですが、これが本当に一番最初の曲のカラーサンクシュアリーの最初のギターのアルペジオの部分だったりっていうのが立体感が出て、ちょっと目をつぶるとそのギターの演奏者がその弦を弾いているところがなんとなく分かるぐらいの一番最初のところですね、うんうん、へー、なるほど。ヴィーナスのハルモニアなんか割とガンガン系の、ね、楽曲ですけども、これもやっぱ雰囲気って変わったりするんですかね。雰囲気は変わります、はい、雰囲気は絶対変わると思いますし、まあ、うん、本当に楽曲一つ一つでやっぱり特徴って変わってくるので、うん、一概には言えないんですが、その MP3 とハイレゾっていうのを比べてみると本当に雰囲気は変わると思います、うんうん、ちなみにじゃあ、あの噂だと井上さん私の楽曲ちょこちょこ聴いてくださっているという噂をちょこっと聞いたんですけど、はい、あの私のまだハイレゾ化されてない曲で、はい、この曲したらかっこええんちゃうみたいな曲ってあったりするんですか？ですね、リトルレガシーの中に入っているアスタラビスタっていう、あー半端ない、あの小難しいやつ自分で言うの ね、ほんとね、誰だろう特徴で途中で曲調とは変わって、うん、でいろんな楽器が入っていて、うん、でそれがすごい聴いてみたいですね。あ、もうちなみにね、普通に浜田さん入ってきてますもんね気にしないで隣にいたからさ。そうですね、うんうん、あのちなみにアスタラビスタは、うん、全部あの楽器、バイオリンもギターもパーカッションも何もかも、うん、あの生で撮ってるじゃないですか。そうですね、今回のアルバムほとんど全生、うん、その全部ハイレゾで撮ってるんですよ、鳥からハイレゾで撮る、素晴らしいんですかそれあのもうね、ちょっとねだんだんついていけなくなって、どうぞ お三方お好きにお話しになっていただきたいそれ聞きたいな、 どうですかね、うん、あやっぱりあれですよね、あの曲によって要は48キロで撮ったものをアップサンプリングして96キロにしてハイレゾ化してるものと、96で撮ったものそのまま96でハイレゾ音源として配信してるものってやっぱ聞き比べると全然違います。そうですね、そのどっちが悪いとかどっちがいいとかではなくて、うんうん、多分根本的に音の作り方が違うと思うんですよね、はいはい、で、うん、そういう意味では2人とも全然違う音には、うん、曲もちろん曲によるんですが違う音に聞こえます、ね、うちはちなみにいくつで撮ってるんですか、はい、もう最近のは全部96で撮ってます、うん、96って何ですか。ハイレゾですあ96がハイレゾなんですか。正確に言うとね、88でもハイレゾなんだけどへー、うん、普通は40、今までは48とか44とか、よく現場で言ってますね、44だよ48だよって、なんか浜田さんとかミキサーさんとよく言ってた、うんうん、それは CD が 44.1 で、うん、DVD とかは48キロ、なるほど、うん、でブルーレイは96まで以上対応してるから、うん、ただ私ちょっと一個気になったのが、うん、あのハイレゾ対応のいわゆる機械を入手いたしましてですね、はい、
それで普通のこのいわゆるこのスカラサンビーナス追憶以外の楽曲をそれで私の普段使っているヘッドホンで聞いたんですよ、はい、なんかいつもより音がいい気がするんですけど、これって私の思い込みですかね、どうなんですかね。 いいんじゃないですか。いいと思いますね。やっぱ違うんですかね、うん、本体が大きい。ああ、うん、そっか、うん、じゃあ私のなんかいいのだって言われてわからこれいいかもって思ったんじゃなくて本当に良かったってことなんですね。ソニーさんのウォークマンとかだと、あのアップレーティング機能っていうのがあって、44.1 の、 その今までの通常の音源を取り込んで再生しても再生時に、あの96キロ相当に変換して再生してくれるんで。でもないものを足すことなんてできないじゃないですか。それはねどうやってるかはソニーさんでもすごい難しい技術なんですけど、基本的にまあ例えば CD とかで、まあ、MP3 に圧縮した際に結構失われがちな音ってあるんですね。あります。私のね、声の高音と低音がっつり切られますヒーっていうぐらい切られます結構ずっと伸ばしてで途中でなんかどん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 フェードアウトしていく声とかって割とプツって切れちゃう時があるんですね。そうですね。そういったものも余韻とかもしっかり再現してくれるっていう意味 でこれって結構難しい、まあ全然深いところ入らないんですけど、いろいろ難しい技術が使われていて、それをまあ復元するっていう形で、これってやっぱりヘッドホンも対応のものにした方がいいんですかね。基本的にはですね、対応した方がいいです、何が違うんですかね。ですね、結構例えば CD で表現できない部分っていうのを割とハイレゾで流したりして再生したりしているんですが、今までのヘッドホンとかってやっぱり CD とかの音を元にして作られているので、割とハイレゾでしっかりその表現できている音の音域の部分だったりを、やっぱり既存のヘッドホンだと表現できなかったりする場合もあるんですね。じゃあまだちょっと両方揃えるのはなーなんていう方は、例えば片方からでも違ったりします。ですね、違ったりします、ね、するってよ、みんなすごくないそれすごいですね。なんかやっぱあるものを削ることはなんとなくイメージとしてできるんですけど、ないものをこうやってできるっていうのはなんかまだちょっと信じられない、本当だよっていう気持ちでいたりもするんですけど、なんかやっぱ制作にあたって濱田さん変わってきました、はい、作り方。いや、うちは実はですね、割と昔からボーカルのみは96キロで撮ってたので、いつかこういう時代が来ると見越してわあすごーい、素晴らしい。へえ、知らなかった私まあ96で撮ってなくても、もうちょっと88だったりとか、そういういろいろ試してきてたんで、もうね、いつだったかな、1年半ぐらい前には、マスタリングスタジオって行って、最後にCD をマスタリングするスタジオに、小泉さんがいつもやってくれるんですね。そうそう、エンジニアの小泉さんがやってくれるところにもう96と441と48のマスターデータ3種類持ち込んで、聞き比べたりとか、それをどれを441に落として CD クオリティにすると音がいいかとか、そういうテストまでもう全部やった上でやってたので。へえ、知らなかった、ぼーっと聞いてました私すごいなぐらいにしか思わずに。そのね、 44.1 要は CD クオリティで作ってきたマスターと、48DVD クオリティで作ってきたマスターと、そのハイレゾ用の96で作ってきたマスターをみんな目をつぶって聞くんですよ、でどれが何ってやると全員当たるっていうね、へえ、もう音楽にそこまで詳しくない人でも絶対に分かるぐらい全然違う。分かると思います。じゃあ今回のこのハイレゾオーディオを布教するために、井上さんは世界各地確保されていらっしゃることだろうと思うんですけど、ぶっちゃけこの世界と、まあ日本だけじゃないですもんね、きっとね。そうですね。どうですか、手応えみたいなもの感じてますか。ですね、手応え自体は感じていてですね、少しずつなんですけど、例えば大掛かりなそのイベントでしたり、そういったところでやっぱりいろんなメーカーさんがハイレゾについてお話ししてくれたり、あとはすごい有名なアーティストさんとコラボしてハイレゾの音源を出すっていうことが最近増えているので、世界的に少しずつブームが来ているような印象があります。じゃあ先駆けみたいな感じで嬉しいですね。なんかさすがにね、カラーサンクチャリはまだ48で撮ってた頃なんだけど、まあだんだん新しいのになってくるんです、まあ、だからヴィーナスのハルモニアとか追憶の糸車はボーカルはもう96で撮ってるんですよ。あ、じゃあ逆にほんとすぐできちゃったみたいな感じですよね、カラーさんも随分前ですもんね撮ったの。なるほど。じゃあ今後また、まあ、今まではいつかなるかもみたいな撮り方してたと思うんですけど、本当に私さっきそのいわゆるヘッドホンもちゃんとハイレゾ対応で聞いたの初めてだったんですよ。家にあるいつもの自分のプラスヘッドホンで聞いたらでもすごかったんですけど、
なんだろう、コンサートホールにいるみたいな感覚になるぐらい凄まじくて、ちょっと爆笑しちゃったんですけど、うん、なんだこれみたいな。あのその演奏してる時の空気感まで録音されてるよね、うん、それが聞くことができるっていう。これ今後やっぱりスタンダードになっていくんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。だんだんやっぱりいいものの方がもちろんみんな、ね、食いついていくと思うので、そういった意味ではやっぱりまた作り方変えていかないといけないところもあるんですかね。もちろんあると思います。ぶっちゃけやっぱ生音の方があのいいなっていう時代ですかね、それとも。いや、そうなると思う、やっぱり、うん、あの曲のジャンルにももちろんよるんだけれども、うん、例えばじゃあアスタラビスタを打ち込みでやったら、うん、うん、って感じかな。あ残念って感じになるかな。バレバーレになる感じですね。打ち込む、正直私音楽始めるまで打ち込みなのか生演奏なのかの区別もつかないぐらいだったんですよ。今は分かるようになりましたけど、やっぱ経験だと思うんですけど、皆さんでもそういう風に聞いてない方でも気づいちゃうぐらい差が出てきちゃうってことですね。まあ、そういう時代が来るかもね。あ、制作にお金がかかる時代が。ただやっぱ満足感違いますよね。全然違うと思います。音楽オタクの浜田さんとしてはいい時代ですね。いい時代ですね。うん、楽しい時代がやってきました。なるほど。でもね、いろいろやっぱり作る側も大変にもなってるんですよ。その例えば、うん、さっき言ったマスタリングって、うん、CD 用のマスタリングだとやっぱり違うんですよ、うん、だから今までは CD 用のマスタリングしかしてなかったんだけど、うん、今は CD 用のマスタリングと別にハイレゾマスタリングやってる。ええ2回マスタリングやってるんです。だからいつも最近終わるの遅くて私途中で帰っちゃうんですか。もう電車なくなるからね。そう、もう帰るわっつって帰るんです途中で。もう付き合ってられんわぐらいのぐらい長いんですよ。1日かけて1日以上やってますよね。1日やってます。なんかアルバムとかだとすごい時間がかかってて、あ、そういうことなんですね。じゃひょっとしてこれすいませんね、なんか私の普段の疑問をここでガンガンぶつけちゃってる感じなんですけど、あのマスタリングっていう作業をやってる時にとか TD の時もそうなんですけど、必ずあのわざと CD プレイヤー、携帯用の、携帯用というか持ち運びをできるみたいな、あんまりそこまで音が良くないオーディオ機器みたいなので、あ、ラジカセの CD、そうそう、ラジカセで必ずチェックするんですよね。初めのうち意味が分かんなくて聞き取りにくいじゃないですか。それだと余計に。そう、聞き取りにくいプレイヤーでも全楽器が聞こえるようにするのが、うん、TV とかマスタリングなど、うん、だその作業がひょっとしたらこれがハイレゾがスタンダードになっていくと、その作業は減っていく可能性はありますかね。もっとシビアになってくる。もっとシビア。ハイレゾなんだから聞こえなきゃおかしいだろうってなってくる。大変なものを開発してしまいましたね。これは音楽家が喜んじゃう、多分あの M 系の強い音楽家は本当に喜ぶパターンですよね。ファンの方もものすごい喜びますよね、うん、やっぱりもっともっとその熱狂している方とかの、うんうん、よりいいものを求めている方とかっていうのは本当に待ってましたって感じで、うん、すごい。そう、ただね、まだ残念なことに、うん、残念、いやだな、うん、まあ、そこまで残念じゃないですか。例えばさ、はい、CD の時とかにその使ってるソフトが、うん、いろんなプラグインっていってそのすごいたくさんのソフトを使ってるんだけど、それが全部が全部まだ96キロに対応してなかったりして、あ、なるほど。だから取ってマスタートラックダウンしたデータ自体は96キロなのに、うん、最後の出口の機械が96キロに対応してないがために、うん、48とか、そう、うん、ためにファイルのフォーマットは96キロなんだけど、うん、入ってる音は48キロまでとかもあり得る。そっか、でもそこは復活できるってことですね、撮ってる音がいいんだから。そう、そう、元がいいので、うん、まあ変な話だけどその出口の機械やソフトがアップデートされて96キロ対応になれば96キロのデータで戻せるし、うん、なるほど、うん、まあ、そもそも元が96じゃなかったら96に戻すっていう、ね、うん、発想にならないんで、うん、でこういう素人考えでいくと、まあ、96でそんだけすごいんだったら300とかにしたらもっとすごいんじゃないかなと思うんですけど、そういうのって物理的にどうなんでしょうね。一応イグニっていうことで192とかもあるんですよね、うん、でどっちがすごいというよりはもう結構別物として扱われることが多いですね。96と192も、多分その曲を作る方々も多分イグニの、まあ192をイグニって言ったり96を訓録って言ったりするんですけど、イグニと訓録で多分音の作り方って違うんですよね。それはそれでまた、また違った楽しみ方ができるっていう意味ではものすごい面白いと思います。あとはファイル自体がどんどん重くなっていくので、数字がね倍になると単純にデータ量が倍になる。そっか、なので普通 MP3 だと大体5メガ6メガぐらいのファイルが、
急にあのウェブファイルになると、うん、そこでファイル化されると一気に100メガとか200メガとかいってしまう。なかなかその一つ この記憶の中に入りきれないっていう。そうか、それはちょっと困りますね。できればたくさん入った方が嬉しいですもんね。そうですね。そうか、じゃあ今のこの世界の中では一番その訓録でしたっけ覚えた言葉を使う私訓録がもうベストというか、あの一歩引い出た状態っていう感じなんですかね。いっぱい曲も入るし、本当、うん、たくさん入りますよね。あのこのこれですよね。記憶がそのねプレイヤー自体の容量も、ね、どんどん大きくなってるからね。そうですね、入る、うん、今回は A シリーズはかつあの内部プラスマイクロ SD が入る。初めてマイクロ SD にウォークマンが対応しまして。どういうことどういうことどういうこと。あ、本当だ、知らなかった、気づかなかったマイクロ SD カード入れたらそこにも記憶できる。え、じゃあ便利ですね。128まで行くでしたっけ。行きます行きます。すごい。あ、じゃあ本体だけじゃなくて、あ、デジカメと一緒ですね。あ、そうですそうです、スマホとかデジカメと一緒で、うん、本体だとちょっとしか撮れなかったところが、うん、ねえ、外部記憶あるといいですよね。この場合は本体もかなり入るのに、うん、それプラスアルファで、そうですよね、64ギガのタイプなんですけど、うん、結構 MP3 だと64ギガで全然十分なんです、うんうん、5000曲とか6000曲全然入っちゃうんですけど、5000、6000入れられないですよね探すの大変大変大変入れず容量が MP3 の10倍20倍っていうふうにいっちゃうので、うん、やっぱりどん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 メモリも増やしていかなきゃいけない。なるほど。 SD カード自体が昔のカセットテープみたいな、うん、だから、あ、今日じゃあ今井さんのこのアルバムを入れて、うん、じゃあ次こっちのアルバム入れて、うん、それはすごく便利かもしれない。 CD じゃなくて SD カードで、うん、そう、 SD カード時代が来るかもしれない。管理するそれすごいですね。ちっちゃジャケット写真撮れなその場合は CD ケースの中にパカッて開けると SD カードそっかゲームと一緒ですよねCD の真ん中のこの部分にそっかそっか、マイクロ SD に、うん、それは面白いね。今度それで行ってみようか。ああ、なるほど。まあね、あの実験できる部分はうちで実験できるのでいくらでも実験していただいて大丈夫なのでパカッと開けて中に入れそうデータが入ってる、うん、どのくらいね、結構本当うちのリスナーさんとかも音楽に詳しい方とか、うん、音楽というか音に詳しい方とかもすごく多いので、うん、なんかひょっとしたら反響の方もあって、うん、手応えが感じられるかもしれないし、うん、変わらないって言われるかもしれないし、うん、その辺はちょっと試してみたい気持ちはたくさんありますね。そうね、試すんだったらおまけに CD つけとくか、うん、あ、おまけにね、いいかもしれないですね。比較用みたいな売りとしては、そうですね、SD カードを売ってるんだけど、うん、SD カードで発売って言っていて、でも一応おまけに CD つけとく、うん、やっぱり物として欲しいです。そうですね、いいですね。やっぱその私たちなんかここ何でもやってしまおうみたいな、うん、フットワークが軽い集団なのでやろうって言ったらすぐできちゃったりとかするので、ぜひ何かあった際にはお声掛けいただければ、おそらくいいよっていうノリでできると思うのでぜひぜひよろしくお願いいたします。ちなみに、まあ、私も今回たまたまなんかこうそのね、ハイレゾっていうのに出会って聞いてみてっていう機会があったんですけれども、まだやっぱり、いや今の音楽聴いてるので十分だしっていうのとか人とかもいらっしゃると思うんですけど、やっぱ試してみないとどういうものかっていうのはね、聞いてみたら私もさっきうえって思ったんですけど思うので、聴ける場所っていうのがやっぱね、いわゆるそういう ね、あのメーカーさんとかがたくさん出店してるようなとこに出向かないと聞けないとかいうのだと、ちょっとなかなか敷居がね、あれ高いのかななんて思うんですけど、今ってそういうの聞けたりする場所とかってあったりするんですか。ですね、うん、結構日本全国でですね、うん、例えばソニーの銀座ストアでしたり、うん、あとはもう特約店ですね、で結構ハイレゾを推してるところってものすごい多いので、うんうん、ハイレゾの楽曲自体を聴ける場所っていうのは割と最近では増えてきています、うん、大型の特約店とかですね、うんうんうん、でハイレゾって本当に一回聴いてみないとわからないので、うんうん、特約店って何ですか。あの大きい家電量販店、ね、あ、なるほどすいません我々の業界はそういう、そういうことですね。じゃあ、あのなんたら橋とかなんたらカメラとかに行けばいいってことですね。あの大きめのところですね。大きめのところに何回とかあるようなところに行けばみたいな。行くと結構コーナーができてるので、うん、もハイレゾコーナーみたいな、うん、じゃあちょっとね、何か用事があった時とかにフラッと行ってみたら聞けちゃったりするかもしれないってことですね。そうですね。なんか私のでも楽曲もそこだとやっぱり向こうがご用意したものしか聞けないじゃないですかなんかどこかで聞いてほしいですね、これ。そうね、すごかったですもん、うん、爆笑したわなんかほんと比べてほしいです、あの普通のなんか再生機とヘッドホンで聞いたものと
ハイレゾ対応の機械と普通のヘッドホンで聞いたのと両方ハイレゾみたいなのを聞き比べてほしいですよね、うん、カラさんとかヴィーナスとか強くとか、うん、ねどっかなレガシーなんかね。あそうですよね。それはね全楽器生演奏で生録音して、うん、しかも全部、うん、昔からあった3曲は別だけど、うん、他のやつは全部96キロで撮ってるんで、うんうん、もうすでにもう対応といっても過言ではない状態、うん、そうです、うん、どっかでねなんかこうソニーさんの強い強い力でどうにかならないのかななんて思っちゃったりもするんですけれども、あ今あ、ね、コウさんがぴょこぴょこやってくださってるやれよやれよみたいな、口では出さないけどお前頑張れよみたいな頑張ります。あ嬉しいです、頑張ります。そうですね、なんか本当それこそ私のライブのところで、それこそいつも申し訳ないなと思ってる物販待機の時に、そうそう回し聞きできる場所があるとかあったらひょっとしたら、うんね、あこんなに違うんだっていうのが、ね、楽しめるし、うん、待つのも楽しいみたいな、あなるほどっていうの今適当に言ってますけど、なぜかソニーさんの奥まで行ってるそのまんまの流れで買っちゃうみたいなお手があったら買っちゃおうみたいな。これは最高だろ。リトルレガシーの音源セットと。そうですね。まあまあまあ。証拠たくましい感じならちょっと置いといて。でも本当一度ね試していただいたら分かる素晴らしさみたいな、ね、新しい世界が開けるなみたいな。そうですね。本当にねリトルレガシーは特にね。ぜひハイレゾ対応機器で、うん、ハイレゾ対応ヘッドホンで聞いてほしい、うん、もうなんか絶対聞いた方がいいです、うん、いや本当自慢げでしたもんハイレゾ対応になった時の浜田 P と周りのスタッフ、もう本当にドヤ顔半端なかったですよかったです、ここで今ね、はい、報われた感ありますね。じゃあぜひねこのラジオを聞いてくださってる方にももう一声いただきたいなと思いますので、王様何か皆さんにメッセージいただけますか。あ大丈夫ですか先に大丈夫ですか。あそうです、いい声でありがとうございますじゃあ井上さんお願いいたします。ハイレゾの違いって本当に体験してみないとわからないんですが、本当に体験してみるとやっぱり全然音が違くて、今まで買っていた CD とかそういったのと比べてみて、あこんな音の発見があるだったり、そういった面白い発見がいっぱいあるので、ぜひハイレゾ気になっている方は、試してみてください。ソニー銀座ストアとかで試せるのでいろんなところで試せるので、ぜひ試してみてください。本当に違いが分かります、はい、銀座のお店に行って、はい、ハイレゾ聞きたいんですって言ったら分かるんですか。あもう分かります。あなるほどなるほど、親切にご案内してくれます。綺麗なお姉さんが、綺麗なお姉さんが、あいいねいいねさすがはい、というわけでこれからもじゃあ私たちもよりまたちょっとアグレッシブにハイレゾ対応の楽曲作りを頑張っていきたいですね。おめえさんの曲もねこれからもどんどんハイレゾになっていくんで、はい、いつかのいつになるか分かんないですけど、いつかベストが出るときにはハイレゾのね、うん、あでもその時にはもっとすごいことになってる可能性はゼロではないですけれども、はいはいね、もっと今まで出したものもいい音でお届けできるように、そのためには頑張ってね音楽活動やっていかないと続けていかないとですから、はいというわけでじゃあこれからも頑張りましょう。はい、はい、というわけで、ソニー V&S 事業本部の井上拓也さんと月添いの王さんでしたありがとうございました。ありがとうございます。ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す私今井あさみが実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったゲームは港ステーションさんから1月29日もうすぐですね。あ、もう違うな、あ発売日、ほら違うな、発売日2日後こう動揺するなみたいな、はい、というわけでね、予定のプレイステーションビータ用ソフト黒金怪奇譚千夜一夜ということで予告動画の方が公開されておりますが、そうなんです、実は私がオープニングソングを歌わせていただいています。イエイ。はい、どんなゲームかと申しますと、テロに対抗する特殊警察部隊を養成する学園に通う主人公
羽ばき正宗、白金と書いて羽ばき正宗が学生としての日常と警察の仕事を請け負う特殊任務に挑む日々を描いたアドベンチャーゲームとなっています。この主題歌の黒金というタイトルの曲を私が歌っているということなんですよね。主人公が白金って書くのにタイトル黒金ってどういうことってね、皆さんそこ気になるところだと思いますけれども、まあ、ゲームの内容的にはいわゆるオーソドックスなアドベンチャーゲームを想像していただければということなんですけれども、ベースは学園ものの内容で、学園ものらしい日常も描きながら特殊任務のプロ出た黒金班というところに所属し、危険度の高い仕事に挑み戦いに明け暮れる姿も描かれているということで、なんか まずこの最初にね、動画の中でもちょっとお話ししたかと思いますけども、キャラクターが本当にすごく爽やかで可愛らしくて魅力的なキャラがすごく多いですよね。なんかこのままアニメ化もできちゃいそうな雰囲気のある絵柄だなというふうにも感じましたし、とにかくね、設定がすごく細かいというふうに伺っております。また、まあ、私がねプレイした部分だとまだ全然その全貌みたいなのはねご覧いただけてないと思うんですが、今回体験版をご紹介していて、体験版がいいとこ取りで今回あるっていう、普通なんか第一章とか初めのここからここまでとかエリアを設定してとかいうのが多い中で、割と珍しいパターンの体験版で、もうこのゲームを自信があるからこそできる技なのかなというふうに思ったりもしました。で、現在 PS ストアで体験版配信しているのでね、まだちょっとダウンロードしてないよって方無料ですので、ぜひダウンロードしていただきたいんですけれども、そうですね、みおちゃんから主題歌を撮った時のレコーディングの話なんか聞きたいですなんていただいたんですけれども、今回の楽曲メジスの社長であらせられる敬語がうまく使えなかったすいません志倉千代丸社長の作詞作曲ということで、久しぶりですね。 It's a fine day から何年ぐらい経った、デビューして5年だからもう5年経って、5年ぶりに志倉社長作詞作曲ということで歌わせていただいたんですけれども、みおちゃんから、レコーディングの時のお話などをよろしくお願いしますって言われたんですけれども、やっぱ志倉社長の作る楽曲ってとってもキャッチーで歌いやすいし、世界観がすごく明確に形成して歌詞とかも練られて作ってらっしゃる場合が、その作品に沿ったものの場合が私は多かったので、今回も黒金っていう作品のを熟読されて作ってらっしゃるんだなと思って、この歌詞にある言葉とかがすごく作品の中にうまくグッと引っ張ってこれるような歌い方の表現とかができたらいいななんて思いながら、すごく想像しながら歌わせていただきました。はい、なのでぜひね、ジャケ買いもできるぐらいキャラもとっても魅力的で、ストーリーもかなりボリューミーだっていう風に聞いているので、ぜひ、こちら PS ビータで遊べますので、もしよろしかったらゲーム遊んでみていただきたいですし、できればオープニング何度も見ていただきたいと思う今日この頃でございますはい、というわけで、ぜひ1月29日発売のプレイステーションビータ用ソフト黒金怪奇譚千夜一夜よろしくお願いいたします。それではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います。じゃん、指令書、ミンゴスさん、こんにちは。こんにちは。次回は SSG300回、そうですね、300回にふさわしいかどうかはさておき、てんてんてん、ちょっと特別な雰囲気でやりますよ。それでは頑張ってね、謎の司令官ミオちゃんより。それでは来週のファミセンは秘密に大決定。秘密っていうタイトルなの違う、本当にシークレット。なるほど、わかりました。じゃあ秘密ということなので、私も体当たりで300回の、記念すべきファミセンのコーナーやりたいと思います。お楽しみに。以上、ファミセンのコーナーでした。お便りコーナー。
このコーナーはお便りがたくさん届いた時に入ったり入らなかったりするコーナーです。読みます。こちら会員番号1139番エナドリ不足さんからいただきました。ありがとう。ミンゴススタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。 SSG 公開録音の開催決定おめでとうございます。ありがとうございます。ところで公開録音当日は歌も歌われるのかなと期待しちゃってるのですが、どうなんですか？発表されてるそうです。あ、このメールいただいたタイミングだとね、まだ確認できてなかったのかもしれませんが、そうなんです、歌も歌うんです。あのお話をいただいた時から熱い思いでぜひ SSG で作った楽曲を歌ってほしいというふうにねいただいていたんですよ。まあ、確かに SSG の登録ですからね、こちらもねありがたい申し出ということでね、歌いましょうっていう話になったんですが、もし歌う予定があってまだ時間に余裕があるのでしたら、久しぶりに歌ってほしい曲のアンケート実施しませんか？ミンゴスの楽曲も多種多様に増えていってとても嬉しいのですが、時折久しぶりにあの曲聴きたいなと思うこともあるのです。そこで今回は SSG のシンガーソングステージに収録されている楽曲に絞って、その楽曲の中で歌ってほしいものを答えるというアンケートがあったら嬉しいなと思い提案しました。どうでしょうか、ということで。確かに今回の公録、まあ、あの全部ひっくるめてのイベントということにはなるので、トーク部分とそれから歌の部分とってなると、どうしてもそんなに多い曲数は歌えないじゃないですか。まあ、多くて3曲ぐらいかなっていうふうにはふんわり今思ってるところなんですが、どうなんですかね。今周りにスタッフいるんで聞いちゃいますけど、間に合ったりするんですかね。それともこういう企画でやるよりかはもう俺はこの曲を歌ってもらうんだって決めてたりしてるんですかね。やりましょう、軽っだそうです。あ、じゃあやりますか。じゃあ3曲歌います。じゃあ3曲歌いましょう。じゃあそのうちの1曲をこのラジオで投票式にしません？で、1曲はこれできるかどうか分かんないですけど、まあ今私が適当に言ってるだけなんで、現実は違ったなって思っていただいても大丈夫なんですけれども、あの現地投票とかね、1曲は、もしくは今回の企画を持ってきてくださった方の中でじゃんけんしてもらってリクエストしていただくとかもしくは現地でその場で阿弥陀くじね、悪くないっすね。今4つ案が出ちゃったんで、でも3曲ぐらいが多分時間的にはギリギリだと思うんで、じゃあこれからちょっと精査して、もしこの投票企画ラジオの中で、ね、参加できない方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひそこだけでも参加したいと思われる方もいらっしゃると思うので、じゃあ一定数投票数がなかったらこれ企画なしにします。さりげなくなかったことに封印する的な、あ、そこはしない。みんな送ってくれればそんなこと心配しなくて済むんだよ一通しか来なかったりとかしたらさ、できないじゃん。最近だってミュージックプレイヤーのコーナーのリクエスト来ないんですよ。感想のメールが来なきゃ読めないよっていうね、とても今悲しい状況に、みんな多分聞くだけで満足してるなみたいな、まあもう発売されてるものだからっていうのもあるのかもしれないですけれどもね、致し方なしっていうところはあるんですが、ぜひじゃあそんなこんなで流動的にこの番組やっていきたいと思いますので、あの今決まったことなので、どういうフォーマットでどういう形で投票にするかっていうのはこの後スタッフと会議したいと思います。来週あたりには発表できるかな。来週だと間に合わない。あ、でもイベント自体が3月だから全然間に合いますね。うん、大丈夫、あの現地で曲決めるって言ってるぐらいだから何でも対応できますんでやったね。じゃあちょっとエナドリ不足さんのこの案は、あの今前向きに保留ということで、ありがとうございます。続きましてこちら滝口さんからいただきました。ありがとうございます。これ滝口さんのメールを読むとムータンが喜ぶっていうね毎週メールくれてるんだけど下ネタが多すぎて読めないっていうのでね、いつも言われちゃっててね、今日読めますよ。夜のうちに帰ると明治さんから封筒が届いていました。これなんか怒られるやつかなと自覚あるんだ恐る恐る封筒を開けてみると、なんとリトルレガシーとか書いてある青色の綺麗なノートが届きました。商品は2014年11月初旬発送予定ですなんて最初はアナウンスがあったので、外れちゃったのかなと思って。そうなんですか。訂正を入れてたそうです。すいませんね、でも仕方ないですよね。訂正の文をご覧いただいてなかったということで、こちらのミスでございますが本当に申し訳ございませんまた今ね、あの届いたということで、ただこのノートとっても綺麗なノートで、しかも1冊しか届い、まあ1冊ずつね、あのプレゼントしているので1冊しか僕の手元にはないのです。なのでもったいなくて使えない、
ああそっか、消耗品だもんねノートってね。こういうものももっと物販で押してってもいいと僕は思うんです。とりあえず今年のバースデーライブの物販でプラス A ロゴのステーショナリーセットとか出しませんかと。まあ、確かに最近若い世代のファンの方もすごく増えてくださっていて、学業でね並行しながら応援してくださってる方も多いので、私たちの世代だともうあんまり鉛筆とか使わないじゃないですか。どうしてももうパソコンみたいな、鉛筆どころかねシャーペンもあんま使わないですよね。なので、うん、でもあるとちょっと使ってみようかなみたいな気になるかもしれないし、うん、どうなんでしょう。ちなみに今回のリトルレガシーの、ノートって本当私もいただいたんですけど、とてもね可愛らしくて使いやすくて、まあ、サイズはちょっと小さめサイズなんではあるんですけれども、ちょっとした何かこうパパッと、例えば私の場合だと歌詞を書いたりするのとかにすごく使いやすい大きさだったりするんですよね。うん、まあでも今回のそのリトルレガシーそのままっていうのはプレゼントで作らせていただいたので、まあ例えばだけど再販して売り目的じゃなくてまた何かのプレゼント企画みたいなの時に再販でやるっていうのはできると思うし、まあね、竹口さんが言ってくださったようにプラス A ロゴ入りの別のものも作ってほしいななんて言って今度は物販でみたいなのもひょっとしたらありかもしれないですよね。うん、なんか評判も良かったようで嬉しいですね。はい、よかったらねそう言わずに使ってやってください。みんなが何か使えるもの、普段から使えるものがいいんじゃないかっていうことでこの今回はノートを選んだらしいので、何か私のことに関することをメモするときにでも使ってやってください。くさいって言ってたください、よろしくお願いします。同じくですね、こちら早期予約キャンペーン B 賞当選しましたということで、こちらハンドルネーム会員番号810番タキューさんからいただいております。家に帰るとメイジスさんからのお届け物がポツリと届いていました。お、これはと思って開けてみると、今井あさみアコースティックアルバムリトルレガシー早期予約キャンペーン B 賞の当選が来ました。知り合いにちらほら C 賞当選が見える中での B 賞、淡路島の思い出がまた一つ蘇る写真、数人がよそ見をしているプラスへの集合写真から記事で見ることのない普段のライブともまた違う意外なチョイスの写真まで、わーい。毎年アルバムを予約するときにあるこのキャンペーン、当たる年もあれば外れる年ももちろんありますが、忘れた頃にやってくる嬉しさ、ありがたいものですねと。嬉しいリトルレガシーありがとうございますということで、実は私これどんな写真が送られてたのか、このタキューさんが添付してくださった写真を見て初めて知ったんですよね。で見て爆笑しましたね。1枚は私が淡路島の、で多分トークしてる時っぽい感じの雰囲気の、写真、一人で写ってるやつと、もう一枚が私とイワンちゃんが目を合わせてニコって笑い合ってる写真で、もう一個が爆笑したんですけれども、今回その現地に来てくださってたメンバー、と私とメイクの大橋さんとボイトレの中西先生とうちのマネージャー2人っていう完全にこれ記念写真じゃねえかよっつってでもあれっつってこれ写ってるけど山口ちゃん大丈夫みたいなパッて見せたらあーだってまあ確かに一度これネット上にね一度掲載し、ちっちゃい画像ではありますけれども掲載したこともある写真だったということもあって、いいんじゃないのなんて思ってこれにしましたって言ってたのが、まあでもそういう意味でこう達成感に満ち溢れた写真になってるのでみんないい顔してますよね。はい、こちらの生写真が届いたということですごいね、笑っちゃうねちなみに細かく言うとネットにアップされてる写真のバリエーション違いのものなので初めて見るものなんだそうですねえ、みんなで楽しかった思い出が蘇る感じですけれども、はい、いや本当に当たった報告もたくさんいただいておりますけれども、ありがとうございます。最後こちら会員番号1520番西吉さんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。突然なのですがどうしてもご報告したいことがあり久しぶりにメールをさせていただきました、ありがとうございます。私は地域にある児童館のような施設で代々結成されているジャズボーカルグループ、その名もオフィシャルボーカルというグループに所属しているのですが、そこでなんと天空の鼓動ミラージェンジャズアレンジバージョンをみんなで歌うことになったんです。
ここまでの経緯を説明しますと、グループ内で新しく歌う曲を決めることになり、それができればジャズの曲がいいということだったので、ジャズに疎い私は唯一知っていたジャズ曲である天空の炎のジャズアレンジバージョンを皆さんに強く勧めたんです。結果多数決で決めたのですが、他の曲を押しのけ見事グループの新曲に選ばれました。これで今井さんの曲が歌えるだけでなく、他の人にも皆さん今井さんのことを知ってもらうことができるので、みんなの前で歌うのが楽しみです。これからの練習頑張りますといただきました。すごいですね、児童館で歌っていただけるというね。ただちょっと心配なのが、これ誰向けなのかって話ですよね。これ児童館ってことは多分想像するに児童向けですよね。小学生とかに天空の炎の内容は大丈夫なのかわかるかな。あの男を得るためだったら犯罪だって犯したって構わないっていうぐらいの熱い黒いドロドロした女の気持ちまずいねまずいね。まあ、でもそう思って聞かなかったら、私たちもなんか子供の頃すごい大人びた曲とか知らずにヒュンヒュン歌ってましたよね。今思うとキャって思うような内容の歌詞とか私たちが子供の頃って結構多かったですから、悪友さんとかね書いてたあった歌詞とかすごかったんで、そういう意味ではなんとなくみんなスルーしてくれるのかな。あんまり深いことをお母さんとかに聞かないでほしいね。どういう意味みたいな、どうして船燃やしちゃうのとか聞かないでほしいよねどうしてだろうね、放火魔かなみたいな、まずいねそれはねみたいな。あ、炎のように海で夜になると船ってライトがつくでしょ。でそれが海にキラキラ映って、まるで花火とかの火花のようだねみたいなところから炎って言ってるんじゃないかなみたいな解説をしていただけるといいのかな窓を開けるとね、爽やかな港町が見えて素敵でしょみたいな、そのぐらいに留めておいた方がいいのかなまあでもちょっとどうなるか分かりませんが、西吉さん素敵な歌声で歌っていただければと思います。ありがとうございます。はい、というわけで、今回はこの辺で、以上ミンゴスだよお便りコーナーでした。今日はなんか有意義な話が聞けましたね。しかもあの本当にあのもうすでに井上さんと王さんはお帰りになられていらっしゃる状態なんですけれども、収録が終わった後も熱く熱く音楽のその作りとか今後の展望とか音楽業界の展望とかいろんなことをあの熱く語ってらっしゃって、あ、これからのその音楽制作っていうのはこういった方たちによって私たちもね、あの作らせていただいているんだなってことを改めて感じさせていただけるような素敵な、ゲストの方が来てくださったなと思いました。あとね、これ言っていいか分かりませんけれども、2人とも極度のアニオタだったなっていうのがその後のトークでだいぶ見えてきましたね。あれ本編中で喋ればよかったのにって思うぐらい熱く熱くいろんな自分の推してるアニメの話とかを語ってらっしゃいましたね。はい、あ、これダメだったらカットされてると思いますけれどもね、ここもちゃんと聞いといてチェックしといてくださいね、井上さんと王さんはい、ちなみにですね、あ、この話もしとけばよかったななんていう話を、その細かいいろんなことをね、それこそ音楽音オタクの3人がお話しされてた時に出てきた中で、私がちょっと気になったことがあって、あ、そうなんだって思った、割とへえ目から鱗みたいなあのお話があったのでご紹介させていただきたいなと思って、あの皆さんコードヘッドホンにコードついてるじゃないですか、そのコードが服に擦れてノイズになるって知ってました？すごいな、耳いいなみたいな、そこまで聞き分けられちゃうんだって。でもそのコードを、あのコードノイズを発生させない方法の一番いいのは、あの、まあ、形によるんですけど、あの耳にこうピョッて引っ掛けるタイプのもの、後ろ側にピョッて引っ掛けるタイプのものを選ぶとコードノイズが入らなくなって、あのストレスなく聞けたりするんですよみたいなお話があったりとか、言われてみたら割とイヤモニとかって、あの私たちがライブとかでつけてるイヤモニとかって後ろにフュッて引っ掛けるものも確かに多いんですよね。そうするとコードにも負担がかからないし、あの引っ張ることも少なくなるし、ノイズも入らなくなるっていうことでね、へーなんて思いながらあの聞いてました。そしてもう一個ね、思ったのがあのすごいなって思ったのが、
ヘッドホンをね聞くときに、なんかもっと音楽聞きたいなと思ってヘッドホンをグッて押さえることってありませんか？私結構あるんですけど、あれは実はあまり推奨される行動じゃないんだそうです。私なんかはよくレコーディングの最後に全部取り終わった音源を全部1番から最後までつなげたものっていうか、全部を聞くのを最後の確認っていうのをやらせていただくんですけども、その時に全部の部屋の電気を消して音に集中するために床に寝っ転がってガッとヘッドホンを抱え込んで耳に押し付けて集中して聞いて OK ですっていう風にやってたんですけども、どうやらそれがね間違った対応だったらしいんですよね。特に密閉される耳がカポーンって全部埋まるタイプのものなんかは、中にその空気の層ができてそこにうまく反響させて音を聞いているということらしいので、そこをグッて押さえ込んじゃうとやっぱ空気の密度が濃くなるので、結果低音の方がよく聞こえるようになってしまうんだそうです。ベストの状態から自分から押さえつけてよく聞こうとする行為は実は反対の行為をしていたっていう風にね聞きました。なので皆さんもぜひヘッドホンで音楽を聞かれる時にはあまりこうグッて押さえ込まない方がいいですよと。ひょっとしたらね、タイプにヘッドホンタイプによってもいろいろ差があるかもしれないので、詳しくはまたね井上さんがと王さんがこの番組に遊びに来てくれた時や、これからもぜひ何か一緒にいろいろやりましょうなんていう風にね熱く語ってくださっていたので、その時にもっともっといろいろ突っ込んで詳しく聞いていって、私ももっと音楽の知識を広めてですね、今まで知らなかったことを知ることによって自分の成長を見ることができるなと思うので、ぜひそちらもねチェックしていただければ嬉しいなと思います。いや面白かったですねはい、そしてですねここで皆さんにお知らせがあるんですが、新情報でございます。2015年4月に高画堂スタジオさんから発売されますプレイステーションビータ用ソフト白衣性愛情依存症、こちらのオープニング曲を歌わせていただくことになりました。イエイ。こちらの作品には大原楓というキャラクターで私も出演しております。白衣性シリーズ他のキャラクターをずっとやらせていただいていたので、このタイプのシリーズになった時って大体前の人はもう出てこないみたいなパターンが多くて、でかつキャストさんも一新されてもちろんっていうのがあるんですけども、まさか別役で出させていただけるなんてもう本当嬉しかったです。ありがたやありがたやということで、収録の方もすでに終わっておりましてですね、とてもほんわかした素敵なお話になっていて、ドラマチックな部分もあり、でキャラによってルートによって違うかもしれないんですけどわかんないんですけど、私のルートはそんな感じでしたので、ぜひぜひ、発売を楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。またね曲の詳細などは今後お伝えしていきますし、またハイレゾがねここまでドーンってなってから、まあ、今までもハイレゾで撮っていたということだったんですけど、私の楽曲は他のところも、ね、より遊び心を加えつつまた楽曲制作ができるタイミングに差し掛かっているんじゃないかなと思っているので、頑張っていい曲作りたいと思っておりますのでお楽しみに。はい、そしてお待たせいたしました、2014年5月のバースデーライブの映像を収録したブルーレイ &DVD が絶賛発売中でございます。こちらもぜひご感想の方お待ちしております。そしてナインスライブツアー次回は1月31日新潟、今日ですね、今日です。なのできっと雪も積もっているでしょう。吹雪いていないことを祈っておりますが、皆さんのねライブの感想なんかもお待ちしております。そしてここ重要情報、MMP のコーナー、ミンゴスミュージックプレイヤーのコーナーのですね、リトルレガシーの感想、曲一個一個の感想を曲に乗せて紹介したいのに皆さん聞くばっかりで感想がなかなか来ない。もちろん被った曲でも構いません、今まで流した曲でも構いませんので、ぜひ送っていただければと。ちなみにメールのタイトルを MMP と書いてしまわないとですね、普通歌に回されちゃうことが多いということなので、そうするとですねタイミング次第だと読まれないことも多かった、もちろん目は通してるんですがご紹介できないことも多いので、ぜひタイトルに MMP と入れていただければ嬉しいなと思っております。そんなメールの送り方、番組では皆さんのメールを募集しております。普通歌、ギテオタなど各コーナー宛に送ってください。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に各コーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。そして、まだどうなるか分かりませんが、もし高録で歌う曲を決めるならまたこちらのご紹介もね後々していこうと思っております。さあ冒頭で言ってた300回のことが、あ
ここにちょろっと書いてある。ほんとちょっとだな。次回の配信は2015年2月7日土曜日となっています。ついに300回。300回は通常配信でいきますよ。その理由などは300回を聞いてのお楽しみ。以上。もったいぶってこれみたいな。でもなんか理由がね、来週聞けるということなので楽しみにしましょう。楽しみにするしかないよ。はい、というわけでまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今やさみでした。バイバイ。